中日、田島慎二投手、34、が今季限りでの現役引退を決めた、プロ13年目だった今季の1軍での登板は6月27日の阪神戦、甲子園での1試合のみ、球団歴代10位となる461試合登板した右肩は限界を迎えていた、セットアッパーとして通算116ホールド、2017年には日本人トップの34セーブをマークした、田島陣、2、球団はセレモニーを用意。 10月5日の DNA 戦バンテリンュー当に挨拶する田島真司投手34が今季限りでの現役引退を決めたプロ13年目だった今季の1軍での登板は6月27日の阪神戦甲子園での1試合のみ 球団歴代10位となる461試合登板した右肩は限界を迎えていたセットアッパーとして通算116ホールド2017年には日本人トップの34セーブをマークした田島陣に球団はセレモニーを用意10月5日の d n a 戦バンテリンドーム名古屋デリュー島に挨拶するオールスターでは大谷翔平と対戦も 田島真寺ヒストリー写真多数竜に憧れて13年間ユニフォームを着た田島が引退するルーキーだった2012年に新人最長隊となる10試合連続ホールドを含む30ホールド56試合登板で防御率115という鮮烈なデビューで幕を開けた現役生活に別れを告げるお腹いっぱいですプロでここまでできるとは思っていませんでした地元の球団から指名をいただいた 関わってくださった監督、コーチ、先輩、後輩、そして応援してくれたファンの皆さんには感謝しかありません。幸せです。ドラフトで泣いて、最後はどうなるんですかね。欲を言えば、もっとできたかも。しかし、体の細かいコンディションを分析すると、もういっぱいいっぱい。一貫していたのは、後悔はないです。心の中はすっきりしている。表舞台を走りきった。 クライマックスシリーズ CS2 は球団として最後に出場した12年に投げている14年7月4日の巨人戦東京ドームでマークした3連続四死球はプロ野球タ記録虫満塁を無失点で乗り切った16年は開幕から登板31試合連続無失点のセ・リーグ記録を作ったクライマックスシリーズ CS2 2は球団として最後に出場した12年に投げている。14年7月4日の巨人戦、東京ドームでマークした3連続四死球はプロ野球タ記録。虫満塁を無失点で乗り切った16。